はい、徳島市より NHK をぶっ壊すということで、今日は令和4年5月の28日夕方の6時前です。立花さんがライブ配信で怒っていた件についてという動画なんですけども、数時間前にね、立花さんが、40分間ぐらいの YouTube ライブを自分のねチャンネルでされていました。で、僕はねちょっと仕事をしていたので、ちょっとリアルタイムで見ることができなくて、アーカイブをまあ全部見たんですけども、まあざっくり端的に言うと、これこれさん、皆さんご存知だと思いますけども、チャンネル登録がね非常に多いこれこれという YouTuber さんが、昨晩、ガーシーの名前を使って、あたかもガーシーが仮想通貨詐欺を働いていたかのような、誤解させるようなタイトルでまあライブをやっていたと。で、まあその方がね、いわゆる YouTube でいうところの釣りタイトルっていうね、タイトルでまあ、人を集めて、2時間半とかライブをしていたそうです。で、僕自身はねこれこれさんのチャンネルっていうのは登録をしておりません。あまり興味がないので登録はしてないんですけども、まあそのタイトルについてね、立花さんはいろんなところから連絡が来てね、これはちょっと否定せなあかんなということで、自分でねライブ配信を開いて、そして、その途中でねちょっと声を荒げる部分があったというところで、まあそういう時にね本当にいろんなところからね、連絡が来るんですよ。立花さん怒ってますよとかね、鎌田さん見てますかとかね、仕事しとるっちゅうねんみたいな話で、まあそれはまあいいんですけど、まあ連絡をね情報いただくのはものすごいありがたいんですけども、で、あれはねこれこれさんに怒ってるっていうふうには僕はあんまり感じなかったんですね。その瞬発的にそのコメント欄でなんか暴言のようなこととか、立花さんに指図をするような発言をした人に対して、お前なんやねんみたいな感じでちょっとイラッとして言っただけであって、別に、これこれさんに対してね怒ってるっていう感覚で僕は見なかったんですけど、まあその後にも、ツイキャスのライブをこれこれさんがやって、立花さんがそこに電話をしてみたいな感じで、結果的にはなんか2人が話をすることになったみたいです。それもね僕ちょっと見入れてなくて、アーカイブもちょっとそこの話してる部分っていうのは見れなかったんですけども、まあこれ視点を変えるとね、まあこれこれさんより立花さんの方が登録者少ないし、もちろん再生回数も少ないですよね。で、まあ大義名分としてね、俺が公認してるガーシーがね誤解されるような釣りタイトルつけやがって、これお前ちょっと訂正なりなんなりするべきなんじゃないのかっていう大義名分のもと、これこれさんと話ができた立花さん、そして、そこにはねもちろんこれこれリスナーと呼ばれるたくさんのリスナーさんが聞いているわけですよね。僕ねこれプラスに考えると、そこで初めてガーシーが参院選にね立候補している、それも立花さんの元 NHK 党から公認候補として、選挙にね国政選挙に出ようとしているっていうことを初めて知った方っていうのも僕ね結構おるんちゃうんかなって思うんですよね。だから結果的にはねいい政治活動になったんじゃないのかなと、ネットを使ってね、そんな風に思っているので、なんかまあ揉め事っていう風に片付けてしまうとね、なんかしょうもない感じに聞こえるかもしれんけど、僕の視点からいくと立花さん上手やなという風に、受け取りました。ね、闇雲にね噛みついていくんじゃなくて、大義名分として何度も言うように、俺が公認した公認候補に対して文句言うんかとね、それも事実であればしゃあないよと、でも事実じゃないことをね誤解させるかのようなタイトルつけるのはこれはどうやねんとね、いう大義名分のもと電話をしたから、これこれさんもその対談を受けたんだろうし、その中でねどういう会話がされたのかっていうのは僕は分からないですけども、まあ立花さんがどういう考えで、どんな人なのかっていうのもその瞬発的にはこれこれリスナーさんたちにも伝わっただろうし、何よりガーシーが全国比例で参院選で NHK 党から公認を受けているっていうことが多くの人に伝わったであろうと、それはね本当にプラスだと思いますので、全然別に皆さんがねこれこれと喧嘩してますよとかねいうふうにいっぱいこうね連絡くれましたけど、うん、そんなん全然ええんちゃうっていうふうな感じでした。
まあそんな感じですかね。以上です。徳島市より NHK をぶっ壊す。 NHK のビデオを